県内で新型コロナウイルスの感染者が新たに97人確認されました100人を下回るのは今年1月17日以来です県は今日午前10時までに新型コロナウイルスの検査を141件実施し新たに97人の感染者が確認されました自治体別では金沢市が34人、小松市が17人、白山市が13人 加賀市とと野市市が10人となっていまきょう発表された感染者97人のうちおよそ半数にあたる47人は感染経路が分かっていません。